吉田さん仁義なき戦いねアウトレージ・ビヨンド、うん、南の帝王もそうですけどもやっぱあの法を犯す悪党ですよねでも実際法律って誰のために作られてるのかなとそれは先に権力を持った人が自分の有利にことを進めるための決まりごとなんじゃないかなと思うんですよでその法律に従っていれば 問題は起きないように見えますけどもただ大きな問題は法律を従う人がいるからこそその法律を作った人がさらに自由に生きていけるってことですよねまああの、提愛の会長がね言ってましたけども人が金を欲しがれば欲しがるほど権力者はもっと地盤が強化されるってことなんですよ孫正義さんが言ってましたけどももうね、金もいらないチームもいらない権力もいらない 命もいいらないですこうなると人は操りにくくなるんですよ。こういう人をねどうやっても操れないんですよ。昔ね「女将松五郎」っていう漫画があったんですけども「あのサンデー」っていうね漫画に連載されていてまあ突っ張り者なんですけどもその女将松五郎の中にもねこういうセリフがあるんですよ。主人公の女将松五郎は損得抜きに突っ張る人間なんですけどもある日ヤクザとね揉めてヤクザの事務所をぶっちめるわけですよ。ででそこで この野郎と思って拳銃向けた構成員に対して組長がねやめとけって言うんですよねその後ああいうやつが一番危ねえんだと金や欲じゃなくて気持ちで突っ張ってくるやつが一番やべえんだよっていう、ね、言ってましたねだから人間は欲と苦を忘れてうんその善悪とかでね自分の気持ちの善悪で突っ走った時が最も強いのかなと捨て身になれるのかなっていうところですけども うんやっぱりね守るべきものがある限りはなかなか強く出れなかったりするんですよねもしくは守るべきものがあるからこそ決まりを破れたりするんだなと思います悪党には悪党に守りたいものがあるからこそ悪党になるんでしょうねうんまあ今回はね悪党の悪でいきましょうか悪悪